あとはここにあるさ、この像、金の像があるじゃん、ロートの像。英雄のことをロートっていうのかな。そう、これもね結構いいよ。あ、もしやり始めるんだったら、あのジェルがある限り、あ、ジェルある人はこれ先にやっちゃった方がいいよ。左上にある VIP の8っていうのあるじゃん。うん、ありあり。私もね、あの同じギルドの方が同じミラ友だったから、2人でお互いにフォローし合おうって言ってた。これね、そう、最初は VIP1 だったのね。で、最初は達成しやすいのね。アイテムとかでもこれ VIP ポイントっていうのが多分2,300もらえるんじゃない。で、それをどんどんポイント取得のところやって、別に課金しなくてもこの VIP ポイントのところあるから、どんどんねこれをねポイントゲットしてって、これ満タンするたびに上がるのね、ランクが。で、これを加速させればどんどん条件が解放されて、私ね、VIP7 の時にねちょっとジェル使った。それまではジェル使ってなかったんだけど、VIP7 で VIP8 になりたかったから、ほら21分無料加速なんさ。だ、これを先にやった方が全体的に楽になるかもしれない。このね、 VIP っていうのは別に課金する必要ないと思うんだよね、7までは。で、8まで行った時にどうしても8になりたかったから、ジェル使ったんだよね。だ、これ結構いいよ。これほら、いろんな、あのほら、プレイヤーの経験値とかもアップできるし、あとミッションの解放、あとバトル、あ、7まで行った方がいいかな。冒険モード、冒険 5番、VIP7 の VIP のところで、5番どころ、冒険モードが、あの、自動バトル可能なんさ。これ解放されると楽だよ。これはどういうモードかっていうと、ここにさ、ロードのさ、像に入るとさ、これがあるじゃん。で、そうすると、大体戦うときってさ、これをクリックして、戦いに行くじゃん。チャレンジして。で、自分で操作するじゃん。あ、ちくわさん、後でフォローしますね。ヤッホー、よろしくお願いします。今日ね、白レベル15達成してね、達成してした途端ぐらいにもうコイン4500ゲットしました。で、これを自動化できるんだよ。あの、ちょっと待ってね。例えばね、私今ロードを、今どれをアップしようとしてたのかな。あ、これ。この賢者のやつをさ、ここに20枚集めれば、右下にあるやつで、20枚のうち、今19なのね。だから19で、あと1枚で、このロートを、核を上昇させることができるのね。だから、この、この、ルトルフを、もう1枚ゲットしに行きたいのね。もう1枚ゲットしに行きたいから、探す。まあか携帯2個あったらなあしょう。そうだよね。あ、いた。ほら。1の3の時にさ、この子と戦ったんさ。で、ここにほら、ドロップリストで、これがもらえるのね。どれか、うん、このアイテムドロップできるのね。で、戦うのめんどくさいじゃん。で、右側に、その、VIP の7が解放されると、自動的に戦ってくれるの。で、自動的の時に、これが出てくるの。この右側のこの2つボタン、チャレンジの上に。で、これを、ポチッとクリックすると、ほら、もう戦ってくれた。いや、どうしても欲しいから3回戦ってくれ。お、ゲットした！ほら、これ。1回目の戦いでゲットできたん、これ。だから、
そうすると、ほら20枚達成したから、進化させる。そうなんだ。無理やりやらせようとしてんだ。まあ自由にさせてあげた方がいいよ。ほら進化した。さっきはさ15分間かかるって書いてあったじゃん。でも紫色になってたじゃん。なんでかっていうと VIP レベルが7だと、21分間は無料なんさ。でさっき15分間だったから、普通にクリックするとすぐに進化できた。そうじゃないと15分間待たなきゃいけないの、進化。早いでしょこれ。そうする、これがね、自動化すると超めっちゃ楽だよ。もう全然戦わなくても、本当に前は一生懸命一個一個さ、戦ってたんさ。今なんかさ、このボタンが自動的に出てくるから、今10ってあるけど、ハート、左上にあるハートが今5、さっき使っちゃったから、残り5しかないさ。あ、ちなみにね、それ回数制限があって、1日の回数制限があって、例えば、この子と戦うのに、私は今日もう2回戦ったんさ。本日の回数、17分の15って書いてあるでしょ？もう2回が戦ってるのね。17回しか戦えないの。だから、自動で、どんどんこれでクリックしていくと、すごい早いのよ。で、ロードなんかもね、欲しいロードがいたら、めっちゃ便利だよ、これ。例えばね、私、詐欺師が欲しかったの。これ。この詐欺師が欲しかったのね。なんでこの詐欺師が欲しいかっていうと、研究が早くなるんだよ。それぞれのロードに、それぞれの役目があるのね。これ。確かね、建築関係だったらこの子かな、稲妻のここの下、本みたいあるじゃん、鎧の下にあるこれ、ほら建築ブーストで、この子がいると、この子がいて、さらにそのレベルアップを進化させることに、その解放されるのね、このロックみたいのが。で、建設速度をここまで解放 しとけば、建設速度が上がる、すぐに。あ、すぐにではないんだけど、速度が 1% 上がるの。だからこの稲妻はゲットした方がいい。で、あとは、なんで詐欺師が良かったかっていうと、そう、研究速度が 1.25% アップされるから、だから詐欺師も欲しかったので、詐欺師が欲しい時はこれね、これ自動化で VIP7 まで開放するとめっちゃいいよ。ほら、これが全て私が今ゲットしたロートだけど、これの2番目のクエスチョンマークがついている、これを見ながら、例えばこの子が欲しかったら、あと8枚必要だから、8枚だったらこれを探しに行くのね。一回戦った子、あ、ちなみに必ずその王冠3個、一回はクリア、王冠3個クリアしてね。で、これでここにクリックして、ここを自動化、まあハートは今足りないので、これを普通にプチってやれば、これをどんどんドロップを探しに行ってくれるし、そうするとすぐロードが集まっ、ロードカードが集まって、勧誘できるの。だからね、ロードをね、10匹集めれば達成っていうミッションがあったらしいんだけど、それめっちゃ簡単だよ、この方法でやると。もっとね、素早く達成しちゃう。ロードを勧誘が一番簡単じゃない？10人でも20人でもこの方法でいけばめっちゃ早いよ。ただハートがある限りね。そう、そんな感じかな。あとは特にないかな。